カフェテナンゴニュースです。伊勢丹新宿店パンの祭典伊勢パンが中止となりました。はい、はい、というわけです。というわけですか、はい、そうですね、はい、ついに、まあ、伊勢パンまでも中止になりましたね。はい、まあ、こればっかりはねしょうがないんですけど。そうですね、はい、残念、ただただ残念、はい、残念でならない、ならないですね、はい、ブレンドもね、パンブレンドもちょっと作れなくなってしまいましたし、はいはい、パンも買ってきたの、これね、これです、そう、これです、はい、ここまで作ったんですよそうなんですよ、はい、お店にも飾ってあったのに、実は飾ってあるんですけど、はいはい、ね、入江さんもね、そうですね、はい、コーヒーゼリーね、喫茶メニューで出す予定だった、はい、出す予定でしたね、はい、ネオコーヒーゼリーをね、ちょっといろいろやろうかって言ってたのに、試作もしてましたもんね。そうですね、はい、まあ、また来年もあるかもしれないですし、はい、そうですね、はい、コーヒーでも飲みますか。そうしましょう、はい、これ何ですか今日は。で、実はですね、はい、ケニアが変わりました、はい、ケニアが変わりました突然ですが、はい、先月ぐらいですね、借り合いが AB になりましたという、そう、で、また変わったということですね、はい、そうです、ケグは AB、はい、AB になりました、はい、おー、うん、また味わいが変わりましたね、はい、印象がだいぶ違います、はい、スパイシーで濃い果実感もあるんですけど、うん、なんかフレッシュな部分もありますね、甘い、そうですね、うん、ちょっとピーチっぽい感じとか、はい、フレッシュ感、そうですね、あります、はい、また違う味わい、ケニアに変わってますので、はいはい、今日はあのそういうカフェディナンゴの本当にニュースをお伝えしようかなという最近のニュースですね、そうですね、はい、コーヒー具はね、はい、今日焼いたのはコーヒーウォーターが、はい、あ、そうですね、はい、出荷の準備が、そうなんですよ、着々と進んでおります、進んでおります、はいはい、毎年ね、これぐらいの時期になると、はい、結構お問い合わせが多く入ってきて、はい、コーヒーウォーターまだですかっていう、おかげさまでありがたいことに、はいはい、今作ってます、いい感じの、ね、はい、コーヒーウォーターができそうですね、はい、できそうです、はい、これの出荷があると、はい、今度4月の24日の金曜日から、はい、コーヒーウォーター販売開始になります、はいはい、なので楽しみにしていてください、はい、あと、最近というかちょっと前からあのネットショップでできるようになってたんですけど、はい、あ、はい、あのネットショップで買ってもらって店頭渡しというのも実はできるんですね、はい、今まあちょうどこういうご時世なので、あのネットでお家で買っていただいて、でお店で、はい、あの受け取ってっていう買い方もできます、はいはい、そうするとね、お店にないものもお家で選べるん で、はい、幅は広がりますし、はい、まあ、決済もねそこで終わるん で、ね、もうお店では本当受け取るだけっていう感じで、はい、スムーズな流れでお渡しができます、はい、送料もね、そうです、はい、かからないですし、はい、お近くの方はぜひご利用いただきたいと思います。はい。そんなところですか。そんなところですね。はい、今日最近のカフェテナンゴニュースです。はい。そしたら皆さん、はい、手洗いうがいをしっかりして、はい、美味しいコーヒーを飲んで、動画で笑って、はい、免疫力アップしましょう。はい。それでは、さようなら。さようなら。